いや、那須川天心選手がボクシングの世界に来てね、通用するかどうかっていうのはもういろいろ見ました。もういろんな人の意見も聞きましたし、いろんな YouTube も見ました。これはね、まあやっぱ世界チャンピオンになれるのかどうかっていうことですけども、なれますね。これはなれないわけがないっていうね感じなんですけども、まあ中には厳しい意見もありますよね。やっぱキックボクシングとボクシング全然違いますよってね、全然違うスポーツですよって感じでね、あ、もうラーメンとつけ麺の違いぐらいだと思ってたら大間違いだみたいなね感じ、もうラーメンとお好み焼きぐらい違いますよってね、そんくらい言う人いますよね。あ、スポーツでいうと野球とサッカーぐらい違いますよみたいなね、まあ、そんな違わねえだろって、そんな違わないでしょって言いたいですけどね。今回私がね、こう YouTube でね見させていただいたのはですね、トカちゃんですね、トカシキカツオさんと京口ひろと選手と細川バレンタインさんと、あとは金平会長と赤穂亮さんかな、そんくらいかな、そんくらいかな。まああんま見すぎるとごちゃごちゃになるということでね、そんな見ませんでしたけども、この人たちの意見を加味しつつね、私が言ってもね、私がね言わせるともう通用しますって言ってね、もう必ず世界チャンピオンになってもう統一しちゃいますみたいなね、もうスーパーチャンピオンもチャンピオンになるどころかスーパーチャンピオンになっちゃいますよってね、ただそれだけの意見になってしまいますので、有識者たちの意見をねちょっと聞いてみたいなと思いまして、いろいろ見まくりました。もうこれに関しては楽しみしかない。もうね、通用しなくても面白いっていう感じでね、あんなすごい選手がボクシングできたらこんなになっちゃうのみたいなね、やっぱボクシングのチャンピオンってすごいんだねみたいなね、そういう楽しみ方もできるっていう話ですけども、でも那須川天心さんに関してはね、そんなことにはならないと私は思っております。見てくださいよ、この素早い動き、パンチ早すぎくんって感じ、もうすごいね。あれはもうこれで通用しないわけないでしょ。もう身体能力が半端じゃないんですね。もうキックでもあんな10代の頃からね、高校生の頃からやってんですから、それでも連戦連勝ですよ。そんな人が弱いわけがない。まあその前にね、階級はどうなるんじゃって話ですけども、まあバンタム級ぐらいなんですか、今がバンタムか、もうちょっと上ぐらい、スーパーバンタムぐらいの体重でやってんでしたっけね。となると足の筋肉が落ちるってことを考慮するとどうなんですか、バンタム以下になりそうな気がするんですけど、なんか多くの人の意見を聞いてるとバンタムからフェザーぐらいなんじゃないかなみたいなね、そんな話ありますけど、足の筋肉はそのまま残るんですかね。そうなるとやっぱちょっと動き的にどうかなと思いますけどね。その辺はボクシング事業に変えるとすると、やっぱバンタムぐらいかそれ以下になるんじゃないんでしょうか。その辺はね、私はようわからんですけども、まあ、バンタムとしたらね、もろ今モンスターと被ってますけど、まあ、モンスターもね今ちょっと減量区になってきてるという、そんな話を聞いておりますので、まあ、那須川天心さんが来る頃には、まあ、モンスターはスーパーバンタムに上げてんじゃないかなと思います。まあ、そこに合わせてきても面白いっていう話なんですけどね、もうモンスターと戦ってほしいという話です。ちょっと細川バレンタインさんのね話からいきますけど、ちょっと厳しめですね。まあ、才能はねものすごく勝ってると、まあ俺がチャンピオンになるよりは那須川天心さんがねチャンピオンになる方が全然ね、全然可能性高いんだけども、やっぱボクシングとキックボクシングは全然違うよって、本当に全く違うっていう感じでね、これ細川バレンタインさんこそね、なんかもう全然違う競技だよと、それこそね、まあ 100m 走となんか砲丸投げぐらい違いますよみたいなね、そんな感じでは言ってなかったですけど、もう全然違いますよっては言ってましたね。だからもうどちらかの負け方しちゃうんじゃないみたいなね、まあそんな可能性もあるよねみたいな、しちゃうんじゃないとは言ってなかったですけど、そんなね、もうすごいなんか寒い負け方しちゃう可能性もあるよねみたいなね感じで言ってましたね。だからやっぱキックから来てるんで、ボクシングのテクニックを使われてしまうとちょっと逃げられちゃうんじゃないかみたいな話はしてましたよね。那須川天心選手はもう倒す気ままでやってくるんですけど、向こうはねこうアウトボクシングなんかしてもうすんごい足使って逃げられちゃって、どちらかの負け方しちゃうかもねみたいなね、そんな言い方をしてました。なんかボコボコにやれるよみたいなね、そんな言い方はしてなかったですね。 でもねやっぱりね、ボクサーとしてのねプライドとか、まあ自分としてがボクサーとしての誇りがあるんでしょうかね。まあ、メイウェザーとの一戦ではですね、まあ、メイウェザーがねちょ忖度しないでもう天心選手を1ラウンドでそこをぶっ倒してくれたことは、まあ、あれはちょっとすっきりしたみたいなことを言ってましたね。
だからもうエキシビジョンのマッチだったので、まあ普通の選手だったら空気読んでちょっと長引かせるようなことするんだろうけど、メイウェザーは空気読まないで、ね、なすが天心選手をぶっ倒したってね、速攻ぶっ倒したってことはね、あれはなかなか俺は気持ちよかったよみたいなことはね言ってました。ちょっとニュアンスが違かったら申し訳ないですけどね、まあ、ちょっと厳しい目の意見ですけども、まあでもやっぱ才能は勝ってるっていう話ですね。だから素直な意見とも取れますよね。那須川天心さんに、おお、すごいね、すごいね、みたいなね、いけるよ、いけるよ、みたいな、そういうふうに気遣うんじゃなくて、もう素直な意見を言ってくれてるって感じがしましたね。渡嘉敷勝男さんなんかはね、おお、これはね、すぐもう日本チャンピオンにはなれちゃうよね、みたいなね、ボクシングに転向してもすぐなれちゃうよね、みたいなこと言ってましたね。まあ、京口博人選手も、まあ、そんなことをおっしゃってましたね。で、まあ、数年キャリアを積めば、もう世界チャンピオンにもなれると。いうことを言ってましたね。でトカちゃんですけどね、トカちゃんはねちょっとねここだけの話ですよみたいなことを言ってね、なんかここだけの話っつって YouTube で配信しといてここだけの話誰にも言わないでみたいなことって言ってましたけど、それは無理だろうって話でね、もう定見地味でね、この那須川天心選手がねもうボクシングずっと習ってるんですよね、まあ、ちっちゃい頃から習ってるのかなみたいな、そんな感じのニュアンスで言ってましたけど、まあ、もうそこで提言で教えてあげる代わりにね、無料なんだかどうだか分かんないですけど、そこで教えてあげる代わりにボクシングに転向する際は提言でよろしくお願いしますみたいなねことを言ってるみたいですね。でね、もう渡嘉敷さんはですね、もうずっと前、もうすんごい昔にですね、もうキック出たての頃にもうパンチはすごいねこの選手はつってね、もう渡嘉敷ジムに来てくれみたいな、そんなスカウトしたことがあるらしいですね。でもまあ天心選手はキックやるからみたいな感じでね、まあ、天心選手が言ったのかどうかわかんないですけど、そのトレーナーかどうかわからんですが、まあキックに打ち込むからもボクシングはやりませんみたいなこと言ってたんですけど、まあただまあボクシングやるなら、まあ、定見ジムに行くんじゃないのみたいなことは言ってますわね。だからもうずっと習ってるんですね。だから天心選手はボクシングのだけパンチだけっていうのもね習ってって言って、まあ、ボクシングに挑戦しようっていうぐらいですから、そんな舐めてるわけじゃないんですよね。キックのボクサーがいけないボクシングに行って通用するわけないだろうっていうね声ありますけど、ずっとね天心選手は練習してますのでね、舐めてるわけじゃないっていう感じな、それはね言っとかないとまずいですからね。もう定見といったら一番の大きなジムでございますよ日本では。もうそしたらもう世界戦もすぐ行けちゃうんじゃないのみたいなね感じな話でございます。でまあ、赤穂亮さんはね谷口さんとね一緒にこう話をしてたんですけども、赤穂亮さんはねかなりこう甘口なね飴な感じでね、もうすごいよあの選手やっぱすごいよねみたいな感じでね、まあ日本チャンピオンにはまあ1年もかければすぐなるねみたいな、だから日本チャンピオンになるのもまっすぐには通用しないっていう、まあ、そのニュアンスなんですけど、1年も練習すればそれはね日本チャンピオンになるよねみたいなこと言ってたんですけど、隣にいる谷口さんはですね、まあ、無理みたいな感じでね、なんか無理連発みたいな感じでね、そう結構厳しめなんですよね。そうインタビューしてる人もね、あそんな甘くねえだろうみたいな感じでね、やっぱボクシング業界の人たちちょっとプライド高いよってね見えますけど、やっぱね1年でもちょっと日本チャンピオンは無理だよねみたいなね感じで谷口さんは言ってましたよね。嫌いなんですかってね言いたくなっちゃいますけど、まあ、いろんな意見があってもそれはいいですよ。持ち上げるだけだったらね、そんなよいしょよいしょしまくったらまたおかしな話ですから、賛否両論ありますよ。何か人がチャレンジするときっていうのはね、私の YouTube もそうですよ。こんなふざけたようなね喋りしてね上げてんですから、これも賛否両論あるということでね、その賛否両論あることを、その否定意見が出るぐらいのことをやらないと何も誰にも引っかからないということですわね。私の意見はどうでもいいですけど、その批判があるのは当たり前だっていう話なんですよ。で金平会長、あの顔が怖いで有名な金平会長ですね、あの YouTube 動画でもめっちゃ顔が怖いんですよね。だから暗い照明のところでねすんごい怖い顔で撮ってるんですけど、あれでいいんですかって感じなんですけどもね、まあ、金平会長はかなり裏の事情が詳しい感じですよね。まあ、定見ジムとね、これアメリカとのコネがありますからみたいな感じでね、まあ、デビュー戦は日本でやるんでしょうけどみたいな話から入りましたね。もう2戦目は海外でビッグマッチやっちゃうんじゃないのって、なんかどっかのねビッグマッチのアンダーカウントに組み込んで、もう天心選手をドバーンとねドバーッと売り出してですね、もう3戦目で世界挑戦しちゃうんじゃないですかっていう話をしております。
まあ、だから金平会長かなり天心選手を買ってるっていうことですね。そんな速攻で世界を目指すっていうね、そんなプランで行ってもいいんじゃないのみたいな話ですから、これは買ってますわね。もう金平会長も天心選手大好きって感じですよね。でね、足の使い方とかもよく見ているみたいで、もうボクサー的な動きをしてるので、もうこれよく練習してますねみたいな話をしてました。でもね、やっぱね、それに加えて、やっぱりね、ちょっとキックボクサーとボクシングのね、動きは違うんでってね、この辺はもう、どの有識者たちも言いますよね。キックボクサーとボクシング、ちょっとフットワークのね、足の使い方とか、前の取り方も全然違ってくるので、この辺はちょっとやってみないとよくわかりませんっていう話をしておりました。でもこれは熱いですね。もう1戦目は、だから A 級だか B 級だか C 級だか、ようわからないライセンスですけども、まあ6回戦ぐらいからスタートするんじゃないのみたいなことは言ってましたけどね。それで1戦こなした後海外行ってって、それは熱いですね。3戦目で世界取っちゃったら、もうロマチェンコと並んじゃうっていうねことですけども、まあね、そんな急ピッチでやんなくてもいいですけども、まあ見たいは見たいですよね。もう2戦目でやってほしいっていう話ですけど、2戦目はちょっと厳しいか。でね、まあ、過去にムエタイでね、まあ、キックボクサーの選手で、まあ、3戦目で世界チャンピオンになった選手がいるという話をしていて、やっぱりその天心選手がボクシングに来ることは何の問題もないって、もうすごい、もうすぐチャンピオンになっちゃうよねっていう話をしておりました。ただね、やっぱ長いラウンドだけが不安という話もしておりまして、やっぱりキックだとそんな長くないんですよね。あんまようわからんですけど、3ラウンドとか4ラウンドが普通なんですかね。なので12ラウンドとかボクシングはありますのでね、そうタイトルマッチになると、なので、まあ、その辺の長いラウンドは不安ですよねっていうことを言ってましたね。やっぱスパーと全然実戦は違うっていう話で、その辺は実戦を積まないとわからないよねって話をしておりました。で、京口ひろと選手はですね、もうほんとすごいね、あの人だってね、もうパンチの切れスピードすごいんで、もうすぐに通用しますせみたいなね、もう試されてないのはスタミナぐらいですって言ってね、もう私がね、天心選手とやっても私負けちゃいますよみたいな、ね、すんごい謙遜してるんですよね。まあ、体重が違うんでね、まあ、そのことは触れてましたけどね、体重がバンタムとライトフライっていう、まあそんくらい違うっていうことでね、まあ、私吹き飛ばされてしまいますみたいなね、そんな言い方してないんですけど、まあそんな感じでね、まあ私にはね、やっぱ勝てるでしょうけど、やっぱモンスターとかにはやっぱ全然太刀打ちできませんよみたいなことはね言ってましたね。モンスターには勝てないけど自分には勝てるよみたいなね、よくまあ謙遜していますよね。まあ、やっぱモンスターには絶対勝てないって言っちゃうとね、もう花があるじゃなくてトゲがあるので、綺麗な花にはトゲがあるみたいな感じでね、トゲがあるので、まあ、自分には勝てますよみたいなね、そんな付け加えるっていう、なかなかできた男ですわこの人は。でこの人はね、やっぱすごい選手になるよって言ってましたね。もうスパッっていう風な倒す選手になると、もう反転まで行ってグダグダみたいになる、そういう選手ではないっていう感じでね、亀田三兄弟みたいにはならないみたいなね、まあ、そんなことは言ってなかったですけど、私が勝手に言っただけですね。だからもう天心選手はもうぶっ倒すような、ね、選手になると面白い選手になりますよって言ってましたね。まあそりゃそうでしょうね。あのメイウェザーに立ち向かっていっても攻めに行ってましたからね、もうそんな選手なかなかいませんぜって感じですよ。普通ビビりますよ、あんなでかい選手が来たら。でかくてうまくてね、早くて安いみたいなね、そんな感じ、牛丼屋もびっくりみたいな感じですわ。このギャグはお気に入りですわっていう感じでね。で、まあ、ワンワンでもね話してましたね。だメイウェザー特集とか言ってたんですけど、メイウェザー特集全然面白くないっていうね。メイウェザーの試合あんなダラダラ見せられても面白くないっていう話だったんですけども、そこにね天心選手もね、こうメイウェザーどうだったんですかみたいな感じでね出てきまして、まあ私はね、もうボクシングに挑戦する理由は、もうキックボクシングで相手がいないからですよってね、まあ、新しい挑戦だからしたいんですよ。私はね、守る側じゃなくてね、こう迎え撃つ側じゃなくて挑戦する人間になりたいんですよみたいな、かっこいいこと言うんですよね。もう人間挑戦しないとダメですわ、こんな感じでね、もう一番トップ行ってね、もう守る側になったら面白くないと、挑戦していろんな選手に立ち向かっていくのがいいんだみたいなこと言ってましたよ。でも実際どうなんでしょうね、やっぱ競技人口ってのは全然違うわけじゃないですかね。そのやっぱりボクシングやる競技人口全く違うっていうことで、もう天心選手やって本当に通用しないってなったらちょっとショック受けますけど、そうなるとやっぱボクサーたちはすごいんだねっていう話になりますしね。まあこれ、まあみんなの話まとめますと、厳しい意見もあり甘い意見もありっていう感じでね、
もう京口博人選手が一番ね、飴ですね。もう一番こう褒めてる感じがしましたけどね。まあ、トカちゃんもね、かなり褒めてたし、これやっぱいけんじゃないかなってやっぱ思いますけどね。まあ、ただ世界チャンピオンになるだけなのか、まあ、それだけでもすごいんですけどね。世界チャンピオンにもなれないのか、それとも世界チャンピオンになってスーパーチャンピオンにまでなってしまうのか、その辺はねもう楽しみでしょうがないですね。で、まあ、ちょっと前からもう実戦もキックではやらないよって言ってたので、あと7戦かそんくらいとかになりますか、その辺のカウントしてないんでよくわからないですけども、もう早くしてほしいってね、もう早めにもうボクシングに転向してほしいですと思いますけどね。で、実際金平会長みたいにねが予想、金平会長が予想するようにね、3戦目ぐらいで世界狙っていっちゃうのか、それとも大事に行くのか、その辺もね楽しみでございます。というわけで、このようにボクシングに関する話を大爆笑トークでお送りしておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。という感じでね、いつもね本当ありがとうございます。何をって、あのね、高評価とねコメントいつもありがとうございます。それだけが楽しみで、それだけがねモチベーションになって、なんとかギリギリ続けられております。ありがとうございます。もうこの皆さんはね、あったかいコメントとかね高評価なかったらもうやめてますわ、とっくに。いつもありがとうございます。あとね、ブログとツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてください。概要欄にリンク貼ってきます。というわけで、今回これで終わりにします。じゃあねー、ヒューヒューだよー。